皆さん、ついに来ました、マリオパーティー最初なく。私、ゲーム実況者としてマリオパーティーを死ぬほどこすってきましたけども、まあ、そんなこすってないけど、ようやく新作来ました。で、今回ですね、まあ、いろんななんかモードがあるらしいんですけど、まずはやっぱマリオパーティーといえばね、すごろくゲームやっていきたいと思います。で、当然僕コラボ実況する相手がいないんで、なんとですね、ニコ生で視聴者を募って、視聴者相手にやっていこうと思っております。やっていきましょう。なんかさ、オープニングで左下でクッパが作ってたホットケーキが普通にうまそうで腹減ってきたわよし、やっていきますか。じゃあさあ、マリオパーティー、ジャンボリーってどういう意味なんですかね。ちょっと今調べてみるわ。ジャンボリーって何？ジャンボリーの語源は愉快な宴を意味、愉快な宴なんだこれ。マリオパーティーで愉快な宴をしていくっていう、そういう感じですね。マリオパーティー自体がジャンボリーだよな、そもそも。よし、じゃあ早速、俺の次キャラやっぱロゼッタがいいんで、ロゼッタ行きましょうか。で、ちょっとこれからね、まあ、スゴロクゲームやっていきましょう。お、対戦相手はどっちしますか？これ世界中の人でしょ。ネットワークに接続して世界中のプレイヤーと対戦します。はい、OK。接続します。大丈夫。俺はそういうなんか、変な名前とかつけないから。お、しかも待って、いきなりからマップ来た。うわうわ、ちょっと待って。これワクワクショッピングモールってあれじゃないの？ココナッツモールじゃない？あのマリオカートのステージの。うわ、クリボーアイランド、うわー。いや、でもまず簡単なやつやっていこっか。巨大花ちゃんとお菓子の森。ここ行くわ。しかもターン数は、まあ15ターンで一発やってみよっか、とりあえず。何、体感ミニゲームって。なんすか、体感ミニゲームって。知らねえ、まあいいよ別に。よし、じゃあ行きましょう。さあ、まあというか、まあ、普通にこれもうなんかもうランダムマッチでいいわ。発売直後だし、いっぱいいるよね。あ、一人来た、来た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 。え、何これ、意味が、なんかこれもミニゲームなんだ。あ、待機時間に暇つぶしになんかこういうなんかポケモンスナップみたいなことできるってこと。どうだこれ、ポケモンスナップじゃんこれね、一生0点なんだけど。あ、マッチング成功した。今のゲーム意味あったん。あ、来た、スーパーモコキッズバケモンモサガンギャンさん。いや、一人外国勢っぽい人がいますね。こんな感じで行きましょうか。じゃあさあ、今回のマリオパーティーの旅が楽しみだぜ。いや、もうこれまでそのマリオパーティーのスゴロクゲームいっぱい実況してきたけど、もうステージがなさすぎて、同じステージ何回もこすっとったからな。もう初ステージやれてたけど楽しみだ。行くで。10。これは2番手かな？ 2 番手ですね。よし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 。うわ、何このカットイン。ちょっとなんかパープしてるやんけ、マリオパーティー演出が。おい。で、まず10コインもらって、で、この10コイン元手に増やしていくんですよ。で、スターの位置が、うわ、花ちゃん、で、クソデカ花ちゃんいいんじゃん。気持ち悪な。あんなん行ったら普通逃げるわ。あ、そこが今回のマスか。じゃあスタートしましょうか。さあ、拍手。何このワクワク感。これがジャンボリーか。これが愉快な宴か、おい。あの、スターしかおらんの。なんか、いつもスターのところになんかキノピオおらん。あ、お前クッパなんだ。しかもこれ見て、スタンプ押せるから、スタンプで煽っていくわ。っつって。このスタンプの煽りが楽しいんだよな。うわ、7いきなりいい出目だね。さあ、それだっつって。ちょっと、なんかあの、青マスの質感とかも変わってない。うわ、何あれ、あのベル何？花ちゃんベルみたいなやつ。お、まあ、まずはね、サイコロだよね。あのさ、キノコなくなったね、キノコ。あの、5個追加できるキノコみたいな。星まで16マスやって。オッケー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 。ちょ、ほんと全力で潰しに行くわ。で、まず相手上から行って、うわ、アイテム袋取んない、マジで、お前。うわ、お前、一旦ね、2枚のアイテム取りやがった、こいつ。あの、なんかあの緑のやつが空いてますか？このクローバーのやつ。四つ葉のクローバーのマス。初めてのマリオパーティーの条件達成した。じゃあサイコロ振りますわ、僕も振って。これできればでかいで出しちゃう。もう終わってる、マジで。あ、でも空いてますだ。まあこれはこれでいいか。土管が欲しい。土管来た。これ土管って金の土管。いや違う。こんなアイテムあったっけ今まで。こんなただの土管なんかあったっけ。ただの土管来た。右のさ、あの赤いクローバーのマス、うわ、9でけえ。みんな俺置いていくんじゃねえよ、マジで。うわ、ダブルサイコロとかこいつ持ってん。ちょっと待って。でもやっぱ初手玉ダブルサイコロみんな取りに行くよな。できればあの、花ちゃんベルの効果知りたいんやけど。あの、花ちゃんベル何？これ一応ね、ダブルサイコロでね、期待値20出るんで、このクッパと、こいつは何？このキャサリンか。わあ、もう次のターン一応射程圏内だよな。さあ、しっかり取っていって、キノピコかわいい。キノピコってちょっと太ってんのかな、こいつ。口元がなんかちょっとデブの素材だよね。
お前金のあれ出すなよマジで。あー危ねえ、今の後のディレイの後になんか金の箱を見つけましたみたいな出るからね。さあミニゲーム始まっていって、4人でミニゲームやね。これあれある、あのドッスンパズル何これ、アリヘイトランポリン、これ何なん、収録ゲーム もう全部一新されてんの、何これ。ちょっとごめん、全部初見やから予習させて。あーこれもう十字キーだけでええやつやわ。オッケー、把握した。さあやっていきましょう。トゲのあるところに行ったらあかんから、めっちゃ防火されんねんけど、あいつあっぷね、なんか二人死んでるすでに。左行け、お前刺され、クッ刺され、お前はい俺の勝ちなんでこれ生きてんの、あんなぶっといトゲ刺さって消すから、もう全員もうぶち殺す勢いでやってるからな。さあこのしかも10名がでかいのよ。でこれによって例えばね、このバケモンモサさんとかが10枚取ってたら、次サイクダブルサイクロでその出目出された時にゴールされてんのよ。このターンクッパとキャサリンは20枚ないからスター取れへんってことや。さあ2ターン目や。あーうわでっかい出目出す、でっかい出目、うわこ、あなんかすごい、あうわうわうわ、アイテムマス止まってやがる、何それ。え、ああれが純粋なアイテムマスか、ハテナマスじゃないんだ、なるほど。でこれ土管一回使ってみる、これ使っていいと思う正直、悪いようにならないやん、どこ行っても。いけ、もういきなりスターの目の前、これスターの目の前が、いけ、いけ、いったいったいった、え、どこ、これうわなんかうまそうなホットケーキ作っとるやん。スターまで41マスになりました、めっちゃ離れたわ。てかマップクソ広いやん。うわこの辺やったらスター近かった。しかももう時間ないわ、ちょごめん、ま、あすいません、すいません、ごめん、ごめん、ね、まだすいません、あもう時間切れ、時間切れ、時間切れ、持ち時間がない、何でも言えばもう4、なんかもうしけてるわ、さっきは出目がバーサスマスこれ何、これ何始まんの、バーサスミニゲーム早速来たで、みんな、うわ出た、もういいや、これ思い切ってもう10枚いこう、10枚、うわあ絶対負けられへんやつね。これさ15枚払ってないやつはもう参加せんとって、ほんまにメダルだけ払ったら参加すんな。ドッスン間違い探しってやつ来たで、何この絶対おもろいやつ。ドッスンで隠れてる絵の中から1個だけ違う絵を見つける、ちょごめんルールだけさちゃんと、どういうこと、あーめっちゃ簡単、まあ、しかしルールは別にシンプルやわ、多分後半難しくなると思う。あでもボタンの5タップ強い背中あんこれ。ラウンド1来ました、もうこれはもう右確定、もうだ右確定、これ右確定やろ、え、え違う待って、いやごめん全員ミス、よかった、ごめんそういう引っ掛けあるんや、下手が違うわ上の、何あのもう問題が、あバナナと、バナナとオレンジやからこれ分かりやすい、バナナとオレンジで、はいオレンジがミス、あのなんでなんで左選んだん、なんで左選んだんあいつら、一番あかんやん、うわ4つ出てきた、これでも間違いは1個しかないからな、答えは1個しかない、グレープやろ、グレープのなんかブツブツの数が違うとか、うわ絶対分からんこれ、待てよ下と、これ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 、よし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 よこのまま俺が間違えなければ俺がトップやけど、いや違う、これ速さによってポイントが違うわ、待って右で、よいしょ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 、これ取りか違った瞬間確定やと思う、左、いや左、左の2つのどこ取りかよ、これやべ、これうわー最悪、負けたわ早押しで、早押しでキャサリンに負けた、確定やったよな、でもあれこれ反射神経問われるわ、え、このミニゲームおもろー。
え、でもさ、2位、え、これ2位ってそんなもらえへんやったっけ。うわ、6枚、最低マジで。いや、1位もらいすぎやって。2位までこれ保証してほしいわ。3位とか4位に上げんでええからさ。うわ、めっちゃドレインされた。うわ、5出しよったこいつ。うわー、びっくりますや。コイン没収された全部。来た、あ、来た、あ、もう没収来た。あ、このパックンが多分蓄えていくみたいな感じだこれ。貯金箱みたいになって、ほら次回ここに泊まると6コインが奪われる。あ、シンプルに奪われるだけ。その今まで奪ってきたやつを吐き出すとかないんかな。なんかそういうステージもあったよな今まで。キノピコ6ね。俺まだ 俺だけまだショップに行けてないわ。でアイテム持ってねえわ。あ、こいつゼロ枚しかないからざま。あ、なんか右、え、何そっち、そんな、そんなコースあんの、そんなルートあんの。10コイン無難にゲットしていく。ミニゲーム、ちょ、これミニゲーム絶対勝つだこれマジで。もうミニゲーム全勝する。どうせ最後にミニゲーム一番勝ったやつがスターもらいますみたいなのあんねん。何これ、一個も知らん。照らしてイルミネーション、何これ、一個も知らんやつ来た。盾持ちや、みんなこれ気をつけて、みんな盾持ちやで。ジョイゴン盾持ちのゲームやで。うわー、あー、手首のこれ、手首のこれ、リストの強さが問われるやつや。あのハイパーヨーヨーでループザループするときに使う技術。これでも多分強いと思う俺。いくで。多分俺強い。ああ、いけ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 。俺だ俺だ俺だ。9秒49。おい、俺より速いやつおるか。あかん、普通に3ケースになったわ。普通に3ケースになった。よしよしよし、10枚ゲット。今んとこ2連勝してるぞ、ミニゲーム。ニューターン、さあ、早くも3ターン目。うわ、何これ、ちょっと待って、なんか来たで。ねえ、誰も呼んでない、こんなゴリラ。仲間になって一緒に儲け、あ、これ仲間になる、あー、なんだっけ、前作か前々作か。え ?40 枚あったら、スター2枚?あ、しかも3ターンで消えるやん、こいつ。ちょっと待って、俺遠いやん。これ俺乗っちゃうやんけ。お前止まれ。1出せ。1。いやでもこれさすがサイコロ使うか。いや使わないな。なぜならクッパはメダル持ってないからだ。逆に今ゴールしたくねえんだ。うわー、びっくりますだ。何が、あの蜂蜜みたいなやつ何あれ。蜂蜜取るの手伝ってくれ。取れた分だけコインあげる。うわ、おもろ。え、ちょっとおもろいの来た。蜂が入ってる巣を選ぶまでに最大2回蜂蜜をゲットできる。あー、最初は3分の1、次5分の1って感じで引いていくわけか。だから一発目で 30% で、一発目アウトの可能性もあるやん。あ動物の森みたいに顔面腫れるんじゃん。ねえ、これドンキ取りたかったな。なんか仲間なるマリオパーティーあったよな。うわ、しかもでかいやつ出る。あ、ショップや。ちょ、なんか買い物していこうぜ。なにこれ、血統袋。おい、血統袋これ買おっか。巨大花ちゃんを反対側で移動させる。これ花ちゃんの効果が合ってないから使う。これ買うわ、血統袋。これで俺キャサリンに勝負仕掛けるわ次。めっちゃおもろいやんこれ。なんか対人要素増してない。ライバル一人選んでコインをかけて達成できる。え、このアイテム最強やんけ。なんだ、何これ。うわ、テレサ来たー。もちろんお前だー。テレサもいんのこのコース。え、神コースじゃないすでに。なんかマリオパーティーにおける駆け引きがもう全部詰まってるわ。14って結構多くね、テレサで。普通なんか9コインとかやんな。14枚ってそんな取れんで。うわ、しかもなんか引いた。ドカンドカンドカン。ダブサイこれ、ダブサイダブサイ。よし、完璧すぎる今んところ流れ。流れ完璧や。あとはもうスターだけや、取れてへんの。しかもキャサリンこのターン、あ、13か。まあ、次のミニゲームだな。え、ダブサイ使わん方がよくない?え、お前分かってる、自分の持ちメダル。これ絶対使ったらあかんやろ。お前ミスったな。お前、スター買えへんで。ねえ。お前スター買えへんぞ。10出ろ。うわー。いや、あ、多分こいつメダル取られてたの忘れてたと思う。あ、で、また蜂蜜乗った。あー、なるほどね。この蜂蜜でメダル回収してやろうって。お前、もう一回蜂引け。
8引け、一発8引け、引け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 、うわー、あーなんかグロい。え、なにこれ、3枚ってことは。ね、これさ、デメリットないの？これ8引いた時にもう普通にただ終わるだけ、メダル持ってきますみたいなないん？そんなんお前やり得やん。うわ、こいつもびっくりますよ。なにこれ、え、なんかいろんな要素あるやんこれ。うわ、出た、これ花ちゃんや。あのマス、なるほどなるほど、そもそもこれマップの構造変わるんや、あいつの背中にマスがあるから。うわ、ボーナスミニゲーム来た、これ。まあいいや、次俺キャサリンにケットワイブールを作った、使ったろ。うわー、誰も損しないやつじゃんこれ。プレート渡り、プレート渡りながらコイン集める、落ちてしまったらその時点でアウトやって、誰も損せんやつやな。プレート渡りながらコイン、俺の時期がもう死んだから操作できへん、練習できへんね、そう、じゃ、まあでもジャンプ、オッケーオッケー、もういいよ、もういい、もういい、あの、ぶつけてやるわ。これ純粋なアクションゲームか。ほい、オッケー、1枚。ねえ、これから面白くなるってどこやったのに。ざま、キャサの、いや、キャサにお前もっと溜め込んどけ、お前次の決定で俺が奪わんねんから。ね、キノピオの子意外とうまいな、こいつ最初大丈夫かと思ってたけど、キノピコのやつ意外とうまいわ、うまいこと抜け穴を選んでやがる。ちょっと待って、スーパーモコギーツ20枚、え、ごめん、これあれやわ、クッパ行くべきや、だからこれクッパ40枚ってことやろ。最悪、え、ちょっと待って、最悪や俺。でもな、クッパ行った方がいい、なんでかっていうと多分キャサリンはミニゲームうまい。あ、このターンでもう、てかクッパが取るわこれ。まあ一応サイコロ使えば確定やけど、まあ使うんか。まあ一応10分の1で1やからな、10分の1でこのターンゴールできないから、まあここでサイコロ使うって確定にしとくのは賢いと思う。うん、これ泥目出たらあれやで、なんか出るで。俺なんか前作かなんかで、あの3個振って77出たことある。77777出たら50万もらえたもん、メダル。まあこれは正直もうしょうがない、譲るしかない。で問題はこの後のスターの位置が大事で、これがどこに来るか。俺の目の前来たら完璧やけど、俺の目の前、下下引け、下行け、下に来い、下下下下下来い、下来い、下下下、どこどこそれ。うわー、これキノピコか。あ、ワンワンホイッスル買いよった。それ使ってくれへんかな。順番的に俺の1個前のクッパが持ってるのめっちゃ嫌やわ、この状況。俺、なんで俺やねん。え、これ連打関係あんのこれ。なんで俺行くん、絶対次ケット袋使ったろ。あ、よか、あーでも10枚か。まずさっきの14枚と比べたらバカしや。え、何これ、ざま。うわー、出た、一発逆転、クッパがスター俺に来い、クッパがスター俺。チャンスタイム。これ結局な、最後の方目押しできへんから意味ないねん、運ゲーやねんこれマジで。これガチの運ゲー、これ最初だけ目押しできんのスター。うわー、もうおもんない、もうこの時点でおもんない、見る価値なし、前は。うわー、あのクッパめちゃくちゃ順調やんこいつ。俺今何マス、あー言うて遠いな。いやこれ別に今決闘袋使う意味ってあんまないわ、これ最高普通に投げるわ。うー、ナイス、銃出ていく。何これ、あ、一周周回ボーナスみたいなあるんや。オッケー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 。あの赤い、あ、もう頼む、金の箱出ろ、金の箱出ろ、金で、出た出た、ほんまにほんまに出た。あ、まあそんな、正直そんな。ナイス、これでもう、うわ、バーサスマス一番おもろいマス止まるやんけ。なんかさ、純粋な青マスとか赤マスがなんか少ない、ええわええわ、でも密度がいい、いろんなイベントが起きる。15、あ、10、まあ、ちょうどいいわ。
しかも全員が10枚払えるから、これマジでおもろいよ。この40枚バトルマジでおもろい。多分買ったら25枚ぐらいもらえるはず。これビューゴーに踊らされるの。何ビューゴーって、あこいつビューゴーっていうの、この気持ち。なんか妖怪ウォッチに出てきそうなキャラ。なるほどね、シンプルにジャンプもあるわけか。うわこれはまあでもこれも初見ねやな。もうもう勢いでノリでどうにかするかしかない。これマジノリやと思う、このゲーム。やばいやばいやばい、一人オッケー、飛ばす飛ばされる飛ばされる、オッケーオッケー、いけいけいけ、待って待って、危なすぎ危なすぎ、いけいけ、飛ばせクッパ、クロスする、よしいけ、よし飛ばせ、なんでやねんって、なんで。キャサリンよく見たらさ、薬指になんかダイヤモンドの指輪してたんやけど、こいつ既婚者な初耳やねんけど。うわやばい、キャサリンが全部持ってってやがる。あこれキノピコが近かったんだ。うわしかもちょうど20枚ありやがる、こいつちょうど20あるやんお前、絶対奪ったろ。新しいスター、何そこ、何これ、え俺、いやこれクッパだ、いやこれクッパやん、俺もういじめや、いやクッパの目の前や、そんななしやろ。狙ってアーチェリー、これ買ったら10枚で、一人側は的狙って矢を飛ばす。あ何それ、一人の方が狙うの、俺なんか3人がかりでクッパを蜂のするゲームやと思った。ちゃうね、逆なんやこれ。待てよ、カレーにクラス、ごめん20段、ちょ待って、めっちゃもうちょごめんほんまに、俺先輩や、これ負けたら、これ俺負けたら先輩やと思う。でもあれだな、車はごめん、ナイス、あと10点の取られたら終わり、てか当てられたら終わりこれ。あよし、ナイス、うまいうまい、みんなうまい、オッケー、よしあと1、よくやった、みんなよく耐えてきた、ごめん、迷惑かけてごめんマジで。うわ助かったこのゲームバランスええわ。さあこれでクッパ以外が10枚、よし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 、メダル前さ十分あるな。しかもなんならこれあれやな、テレさんとこ行ったらスターも奪えるんじゃ、50枚あったら。さあ今の段階で3分の1経過しました。これはクッパさすがにダブルサイコロ使うやろな。えじゃあ俺以外みんなスター持ちってこと。まあだからクッパが取った後に俺の近く来てくれたらええわ。もうでも堅実やね、しっかりとね。あ正直 60%、 70% か、腰まで4やったら3以下だったらアウトやもんな。うわ、5と9出してんじゃん、しっかりと。いや、これワンチャン、いや、ないか。ワンチャンダブル取りあるからな、これ、いったんで。まあ、クッパはこれメダル枚数足りへんから無理やけど。まあ、ええわ。もう、とりあえず、もう1人1枚ずつ取ろう。とりあえず、ここで俺の近く来て、1人1枚ずつ取ろうや。どこそれ。ねそれまた俺遠いんじゃん。いや、多分、いや、近いわ。多分近い。近いよね。いや、俺近いと思う。ダブルサイコロ圏内ちゃう、これダブサイ圏内やな、多分な。ダブサイ圏内や。これ右いけるもんな。いや、これダブサイ。もう、でかいデミ出すしかない。うわぁ、12コインであれ買えるよ、みんなね。ぴったりサイコロ。あれ最強アイテムやからね。これって花ちゃんのマスが変わるんだっけ、あ、これ別に影響ないよな。これ動かすと、あれやんな、その、こっからは、ショートができるってことやんな。上の方に。いや、これもうマジでダブサイ行くわ。9マス。まあ、期待値的にはゴールできる確率の方が高い。いきます。もう1個目で。あ、OK。もう終わってるって、マジで。もう最悪やねんけど。いや、終わってるやん、それって。買い物ボックスにしよう。もう最悪や。なんでなん、普通の運でよかったん。いや、これさ。俺右行くべきやと思うわ。次のターンクッパがゴールできへん可能性も考えるべき。あいつもダブサイとかないから。
で、おそらくやけどワンワンホイッスル使わずにゴールと、ゴールしに来るはずやから、いやこれ多分右絶対かけるべきやんな。キャサリンはこいつサイコロないから無理やろ。だから次のターンあれだね、クッパにミニゲーム勝たせた方がいいかもな。あいつ17枚しかないねメダルが。であいつが勝てば多分勝負しに来るはずやから、ミニゲーム勝たせなあかんわこれ次。うわ呪いサイコロ変えたこいつ。まあでも俺には影響ないか。うわお前それ、うわクッパに使うんか。いやお前それ話変わってくる。いやそれ賢いんだけど、いやそれ確かに、まあこのキノピコメスケンめちゃめちゃ賢いねんけど、ってなるとこいつ次クッパホイッスル使いよんねん。わしかも何やろ、なんか専用セーフ出たな。クッパ様から取っちゃったみたいな、このマリオの世界観を大事にするんや。うわざま見ろ。さあインゲームだ。おいドッスンパズルないんかよ、俺が絶対勝てるやつ。もう唯一マリオパーティーで一番自信あるやつ。あバッタンドミニオおもろそうじゃない。何これ逃げろゴロゴロいわ。まあまあいいや、もう勝ちに行くわこれ全力で。ねこれね、あのチュートリアルの時に死んだら練習できるの、これ勘弁して。これってなんかある他に、あジャンプできんのか。あーこの岩に引っかからなければいいんや。やべ危ない、右右右左左、まっすぐ危ない、まっすぐまっすぐ、ちょゴール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 、なんか絶対崩れ最後、あぶれ、そんな見づらい見づらい、これゴール、降りろ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 、急げ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 、あぶ、何これ、あいつ終わんねん、いつ終わんねんこれ、いつ終わんねん、早くくたばれお前ら。え全員ゴール、全10枚これ。何その平和主義。うわーでもこれでもクッパが10枚足りないんだよな。ということは腹いせで使ってくるはずだから、うわーだからあのキノピコがいらんことしてくれた。あドンキーお前誰にも触れられずに帰ってったな。そういえば忘れてた存在そのものを。まあだよね、いやそうなるわ。いやもうこれはまあもうそういう風にすべきやね。まあでもこれでなんか奇跡起きてね。えどこだよそれ、どこだよ、わけわかんねえ。えスターまで 8? あそっか上に行けんのかこいつ。うわとことんついてね俺。てかなんでみんなそんなアイテムが自分のいいように作用すんの。これ俺何マスや。うわ19マスやみんな、意外と近いわ。こういうことか、このルートか。ダブサイ使うか、使っても、ちょ俺ワンチャンかけるわ、ワンチャン行くわ俺、ワンチャン行く。20分の1。えあごめんなんか自動で決まっちゃった。あ、これ何これ、何これ、ステレスの石をいっぱいゲット。そんなんいらんマジで。3コイン奪われる、あーなるほど、マイナスマスにもバリエーションを出したんだ。明日はいいことあるさの条件を達成。何やその葉っぱ隊みたいな曲は、もう何もかもついてない俺。なんでいつもマリオパーティーやったらこうなんの。いやほんまつ、俺ほどついとないやつおらんでこれ。いやワンワンホイッスルいいねこれね。これクッパに勝たしたらあかんわ次。クッパ行け頼む、それはねクッパ行った方がいい。これクッパの毒素止めなあかん、お前分かってるキャサリン。えあれなんでキャサリンって、あれキャサリンってスター持ってなかったっけ。お前アホか、お前ちょっと考えろ全体を、全体を考えた方がいい。クッパから取らな。まあでもクッパから取っても結局次ミニゲーム勝たれたら、いやでもね違うね、この今回あれやね、2位と3位でも入んねメダルが。だから4分の3の確率で次のターンクッパが20枚達すんねん。トップ以外はアウトみたいな状況にしないと。いや今そのキャサリンのムーブは俺許せへんわ。絶対次決闘のやつ使ってるもん、ムカつくもん。あ3対1きた。うわーこれほんま責任重大マジで。
これ責任重大だ。でもこれ、なるほど、これで俺が勝てばええんや。キャサに分かってるな。お前ちゃんとあの八百長しろよ。一人が動いて人間もある。三人が協力して檻を操作して、は、何檻って、あ、下にあるってこと。あー、照らしてサーチライトみたいなゲームやなこれ。あ、連打したら早く泳げるわ。もう理解した。もうやりましょう。分かりました。もうこんなん練習しても意味ない。一人が檻を下ろす係なんか。これ多分一人側有利やと思う。圧倒的に30秒でいいんやろ。あ、待って、待って、もう終わってるって。いや、終わってるわそれ。はあ、泣いた。分からん。でもこいつ 50% クッパね。これ言うて 50% やから。5、もう。いや、だからさ、これキャサリンがさ、クッパからメダル取っとけばさ、スター多分取られるの済んでんねん。どないすんのこれ、この状況。新しいスターどこそれ。え、多分俺近いわ。多分俺近いんやけど、どうせ大した出目が出ないから。え、何こいつ。カメックもなんかクッパに対してだけなんか口調が違うやん。お前クッパだけ割引するのやめろよ、そういうの。あ、こいつ決闘手袋買いよった。まあだってそれは決闘かけ仕掛けとくやんな。2枚しかないし。え、俺何マス、ちなみに10マスか。一応10分の1でゴールできるわこれ。もう回すわ、回す。もうだってこれまで散々運が悪いねんで。もうなんで。しかも何の毒にも薬にもならんでね。お前黄色のやつ来い。うわ、ダメだ、もう流れが悪すぎる。流れ悪すぎるって。いや、俺一生キャサリン恨むで、言っとくけど。うわー、お前それちゃんとクッパから取れよ。まあいいわ、お前取れ、クッパから。クッパの毒素止めろ、まず。お前ここ責任重大やぞ。スター、スター、スター、もうスター、スター以外なし。絶対スター。まずその真ん中を固定しろ。スターや絶対。ああ、うわー、もうだってそれさ、取れても5枚やん。もうそれがスターやったら完璧やった。くそー、パチスロー打ち慣れた俺やったらビタ押しできたのに。代わりに目押ししちゃったらよかったな。何これ、なんで俺に使うんそれ。ひどくない、みんな。ざま見ろ、全部持って帰ろうお前。いいや、俺次キャサリン決闘やつ使おう。うわ、ボーナスミニゲームきた。しかも1対3か。うわ、だって俺が大量獲得するってことはさ、これクッパ持ってことやろ。うわ、気が進まん。この形式マジ気が乗らん。あー、げ、これ消去法ってこと。え、これマジで燃えないな、これ燃えない。うー、こっちやぞ。ほら、キノピコちゃん、こっちだよ。ほら、捕まえてごらん。いじめやん。あ、なんか、取られてる。ごめん。待って待って。待って。なんか俺、ロックオンされた。俺、ロックオンされてる、俺。ねえ。くんな。よーし、逃げ回るぞ。これ、俺ら結構取るんちゃう？何枚や、これ。これ、結構取った。40枚獲得したで。もういいや、これみんなでテレサのマス狙おうぜ。で、クッパから奪おう。これ後半鍵握るのテレサやば。うわ、あいつ何これ、何134枚って。お前大谷の打点みたいな枚数やんけ。いや、これクッパだけが美味しいよな、今の40枚は。あ、なんだ、うわ、これさすがにキャサリンやろ。なんで俺なん、こいつ。名前も寒いし、ブレインも寒いって。お前やばすぎるってそれ。でも絶対次スターいったろ。これもう俺テレサ狙いしようかな。テレサ狙いはこれ決めた。しかもこのターン俺呪いサイコロ使われてるんやった。もう決闘使うわ、もうムカつく。悪いけどクッパ行くで俺。もちろん。おい、来い、こっち。デュエルミニゲーム、かっけえじゃん。
決闘が始まります。あまたこれ選べるんや自分で、最高全部回収してあるからな、お前根こそぎ奪い取ったんだ、お前、お前の財産。おい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 、もう無双なやつ来たって。これちょっとおもろそう、しかもねえおもろそう。じゃあもう俺も初見でいくわ、ほぼ。うわ負けたくねえ、これ待って、めっちゃおもろそうやん。あれあれ、でこれどっち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 、え、これどっち、え、やばい負けたわえ、これ何、これ全取りもしかして。うわー、すいません皆さん、すいません泣きたい泣きそう、あの大の大人がゲームで泣きそうになってるねえ、大の大人がやね、今マジでゲームで泣きかけてるもう、ごめんもう惨めすぎる俺頼む、20コイン、あ、15インでも、あー、オッケー、15枚でもいいわ。とりあえず、あー、こいつがでもワンワンホイッスル使えそうやな。まあ、使うやろな。久々にこんな気持ちになったわ。あ、よかった、こいつサイコロ振ってくれた。あれ違う、あれこれ、俺次ワンチャンあるんじゃん。ワンチャン、次のターン3以上出せばある。いや、あるあるある。いや、これまだ、いや、あるよ。全然まだ諦めたらあかん。ステルスの石。ナイス!やった!3枚、3枚来い。3枚いけ。これでこいつアイテム使えなくなるじゃん、もう。え、お邪魔な石だから貴重だという声も。もしかしたら、なんかコインの化石みたいな見た目してるから、あれちゃう?捨てられない代わりに、その、なんかのイベントで壊れてコインになるみたいな。うわー、おもろそうなミニゲーム来たぞ、みんな。なにこれ、あー、雪合戦か。なにこれ、相手のチーム猿おるやん。あ、一人側は猿、なるほど、分かった。もうなんとなく分かった。行くぞ。まず猿を倒さんか。オッケー、いいぞ。あの、クッパさん?あ、勝った。なんか氷付けなるやんこれ氷付けになったところもうピッケルでカチンで割ったろうぜ、もう。まあ絵がとりあえず10枚入ったし、もうとりあえず目先のメダルのこと考えよう。え、これさ、クッパ何も持ってないよね。クッパって妨害、いや、わかんねえ、クッパこのターン決闘使って俺を潰しに来る可能性あるか。いや、これあるわ、あるぞこれ。決闘使ってくるんじゃない。で、34枚掛けして、俺をゼロにしていくみたいな。逆にそれは俺にとってチャンスかもしんない。まあ、でもそういうリスクを犯さずに来るか、どうだろう。いや、来るわ、これ。いや、来た、絶対俺だわ、これ。うわ、負けられこ。リベンジマッチや。リベンジマッチ来た。ドッスンパズル来い。頼む、ドッスンパズルがいい。まあ、だよな。34かけてくるわ。いや、これ逆にチャンスやからね。いや、お前いいよ、最高に面白くなってきたわ。何これ、ね、超地味このゲーム超地味。もういいよ、初見でやろう。よし、行くぞ。何このビー玉鍵分けるって。何、重い、解散も解散も、いや、重いって。
おいおい、なんでこんな時に。待て、え、なんでなん。もうちょうど3出た。うわうわ、泣きそう。ええちょっと待って、嘘、まさかスターが神は俺は見捨てなかった。スターじゃないにしても、まあメダル15枚、でももう失ったものは返ってこない。赤マスからも金ブロックって出るんやな、初めて知ったわ。そこはスターでよくない？だって俺どう見てもかわいそうやん。なんか弱者の味方であってほしい、マリオパーティーは。こんなんジャンボリーでも何でもないわ、ただのいじめや。え、何こいつ。あ、使えるんや。何それ。じゃあもうあれやん、むしろプラスやん。そんなん、なんなん捨てられずの石とか言って。使ったターンにしかも、ま、サイコロ増えるんやったらもうただの取り毒じゃないそれ。うわー、みんな順風満帆な人生送っとってええな。どうしたらいいん、何を希望に頑張ればいいの。あ、来た、これ2倍ちゃう。クラッシャーロボから逃げよう。来た、これちなみに買ったら俺次土管使うわ。1人側はクラッシャーロボに追ってライバルをパンジャ倒す、 LR で回転。うわもう、なるほど。あーちょっとごめん、これなむずいわ正直。正直難しいんですけど、なんとかやってみましょう。いきます。あのさ、俺もう方向転換がうまくいかへんねこれ。取り合った。うん、もう難しいこれ。もう終わりや。終わりなんやもう。終わりか、終わったんや多分これ全て。何これ。あ、ルイージ来たで。ちょっとこれこいつ取ろうかな。1人であかんかったらちょっと2人や。あ、ルイージ大きな手目出やすくなるとかいう効果があるらしい。ただルイージを取りに行けない。まあでもこれ再三あったチャンス生かせてない俺が悪いわ。なんかケットマスかなんか止まってくれへんかな。ケットマス止まれ、ケット止まれ、ケットマスなんかないわ絶対この辺。まあ金の土管買うやろうな。これクッパの毒素止められなくない。でキャサリンとかもさ、あんだけメダル持っててさ、スター1枚もないやん。これキャサリンとかはもう全力でクッパから取りに行かなあかんで。このゲーム1位目指すゲームやからな、2位とか3位じゃあかんねんからな。1位のやつを徹底的に狙わなあかんぞお前ら、それだけは分かっててほしい。8来た。うわもうこんな時にいらんで目出る。どっちやこれ。まあ、まっすぐか。スターないの。ダブルサイコロ、ああもう順当。でもさ、これまでのマリオパーティーって15ターンでこんなメダル貯まるゲームやったっけ。なんかメダルが貯まりやすくなってる気がする。それでも今回だけたまたま噛み合ったんかな。そのメダル2倍特化の時になんか メダルゲーム来たりとかさ、今回たまたま噛み合った可能性あるわ。あ、でこいつはしっかり6出してスタートってか。いやー、キノピコがまさかこんなにやるやつだと思わんかったわ。まあ、これはもう メダルもいっぱい持ったらキャサリンに頑張ってもらおう。テラサとかいっぱい止まって。できれば近いとこ来てくる。うわ、全然遠い。もうスタート最も縁がない。俺これ15ターンで1万も取れず終わるかもしれん。これ、こいつ何最大まで許可したらどうなのこれ。来い。
かわしてサンドイッチだと。どういうゲームや。何これ、何これ。あ、落ちてくるとこは上に鍵ができるから、まあそれを見れば避けられるんや。ちょっとせめてこれ勝とう。ちゃんと勝ち抜こう。ね、待って、サンドイッチの上に。待って、何これ、やばい。 どこに来る、これどこに落ちてくる。キャサリンのとこ行こう。キャサリンのとこ安全圏、多分ここめっちゃ安全、ここ安全。いや、もう赤も下手くそなんや。俺もあかんわ、もうなんかゲーム下手なやつ無理や、勝てないんや。マリオパーティーでいじめられるんや。そんでゲーム下手くそなやつは今後。しかも何このサンドイッチの リアリティ。サンドイッチ美味しそうやん。しかもキノピコなんか最初めちゃくちゃ下手くそなふりしとったのにさ、お前うまいやんけ。仲間かと思ってたら裏切られた気分や。お前ちゃんとゲームうまかったよな。お前マリオパーティー10ターンやってさ、スターゼロメダル15ってありえる、これ。結構衝撃やねんけど。いや、これ俺に救済やろ、俺に救済くれよ。ラストパート期間でこれ同じマス止まったら決闘が起きるから。俺何なんでや。チャンスマスを増やして一発でやったん。ルールを選べる。ちょっと待って、今作のマリパーこれ神ゲーかもしれん。なんか逆転が起きやすいような仕様になってるわ。めっちゃおもろくなってない。まだだから俺も諦めたらあかんわ。この状況はむしろ逆転がしやすい状況。まあでも金土管使うよな、そら使うねん。ね、スター4枚ってどうしようもなくない、これ。どないして勝ちますんこれ。あと5ターンで。まあ、キャサリンなんかもチャンスあるやろな。だからキャサリンがうまいことをこう場を平らにしてくれなきゃ困んねんこれ。どこや。あ、俺近いかも。いや、全然近くないわ。決闘来い。うわ、マイナスか。うわ、うっそー。そんな実質プラスになってるやん、もう。あ、ごめん、俺右行ってもうてるから無理だ。まあ、無理だけど、結局何しても無理なんで、だからね、逆転狙えるような出目を狙っていくしかない。これとかクッパマスとか、まあいいや、俺ダブルサイコ使うわ。これ何か起こしに行くしかない。俺はもう9なんだ。もういい、もうこんな時に限ってさ。一応テレサマスいけるか。でアイテムはなんだこれ、スター、前後 2マスに来たぞ。みんな神アイテム、アイテムがいっぱいになる。これ捨てるわ。そんで無料、まあごめん、これはクッパからいきます、もちろん。え、ちょっと待って、すごいな今回、逆転の方向やん。何スター奪いますって。16いった。オッケー、ナイスで、お前飼い犬に噛まれてるやん、あいつ。あ、ハプニングマスだ。これは何が起きるんだっけ、これは。あ、これ花ちゃん大道か。なんかたまに怒るらしいで、この花ちゃん。1ナイス、オッケー。さあ、もうあんまり、まあ、でごめん、1ナイスじゃないわ。キャサリンも動いてくれなあかんねや。まあでもあれか、結局このアイテムがあることで、その他他のアイテム使えないって仕様設計になってんのか。まあってなると、まあある程度妨害にもなってるんか。あ、でこれ左行って、そうか、こいつは。やっべ、ちょっとキャサリン頑張ろう、これ。俺ら。一人一回ずつだ、最低でも一回ずつはテラスのとこ行かなんか、これ。これ逆転巻き起こさないと。近場に来てほしいが、なんでさっきから俺がその一旦前通ったとこばっか行くんや。土管使おうかな。しかも俺だけこの蜂蜜のミニゲームやったことないねん、これ。80。ナイス、オッケー。で多分これはクッパが赤マスやから1対3になるわけやんな。カプセルファクトリー、うわー、ガチャガチャ。あ、これクレーンゲームや。これでも3人があって、なんか動けんのこれ。あ、俺もう取られてるわ。待ってな、俺どうしたねこれ。
っちか。あ、やべ、しん、ご、アップね。兵法なら大丈夫やんな。この辺のゆたりを使ってグイーンっていかなか。オッケー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 。これさ、一人側絶対不利やん。いけ、逃げろ。よし、だってこの一周してる間に時間減ってくから、これはね、一人側圧倒的不利なゲームやと思う。この一周でだって取れても1個やろ。最低でも3回クレーン押さなあかんねん。あ、キャサリンが取られた。でも大丈夫、俺らが逃げ切る。ほら、もうこの時間で終わりや。これはだいぶ一人不利。うん、オッケー。ちょっとこれ土管取りに行こっか。しかも今土管取りに行くとね、もう一旦テレサ行けんねんな、これ。で、あとはクッパがなんかやれかしてくれればええわ。理想は次土管行ってでかい出目出して、テレサ周辺にあのスター奪いマスみたいなのを仕掛ける。次のターンか、それで。あ、でもダメだ、土管買われたらもうどうしようもないわ。これどうしようもないな。これちょっと待って、これどうしようもなくない、これ。上行け、上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 行きよった。こいつ勝負師や。これでこいつが目押しミスったらワンチャンある。スター俺に来い、クッパのスター俺に。真ん中まずスターで固定しようぜ。真ん中絶対スターで固定しよう。真ん中スターにしよう。スター入れ替えとか一番寒いからな。スターだけでいい、単品でいい、スター。お前もうサブい、サブ。うわ、でもこれ完璧に勝ちに行くムーブや。くっそ、どうしよう、誰か止めてくれこいつを。で、キャサリンが今どころスターゼロなんもありえへんねん。俺使うで、もう時間ないからな、これ。当然使っていきますよ、私は。しっかりと。で、サイコロぶん投げて、7、いや、悪くないかも。で、次のターン、7で、あれ、やろう。次のターンしか仕掛けられないもんね。スター奪いますって。いや、逆転あるぞ、こっから。諦めずに行こうぜ。どこだ？うわ、そこか。いや、待てよ、そこ、いや、そこなら、例えばクッパが次、ここでスターにジャンプして、って思ったけど、結局次のターンクッパが先行やから意味ないんか。これもう買わん。何これ、うわ、20コイン。あ、これでも大きいわ。これ次のターン前後にスター、あー、仕掛けてちゃった。いやー、ちょっとね、どうしたらいいんだ。まあ当然みんな金の土管買いに行くよな。これがもうアイテム史上最強やからね。さあ、キノピコどう動いてくるかよ。まあ、キノピコはとりあえずストレスの一生使うしかないもんな。なんかおもろいマス止まってくれへん。あ、そっか、こいつ近かったんや。あ、なんか書いよった、こいつ。ワンワンホイッスル。で、テレサで、俺からやめてな、そうやな。もちろん1位からやんな、お前は狙うべきや。キノピコは1位に逆転の目がかなりあるからね。徹底的にクッパを妨害しに行かなあかん。ただ正直、ここはやっぱスター取りたかっただろうね。あのさ、手首クルクルさせるってもう一回けへんかな。もうあれだけ得やねん。あれだけ負けくせへん、俺。急いで肩抜きクッキー？なやこれ。なるべく多くのクッキーの肩を抜く。あー、自分のマスやと思ったら押すんか。あー、わかった。ごめん、ちょっとこれやってみないわからんタイプやわ。今とかやったら俺が押すってことやんな。え、なんか新しい人間めちゃくちゃ増えてておもろい。で、星型にカーソル行った時は星型の逆のキャサリンが押すみたいな。オッケーオッケー、理解した。これ一人の方がおもろそう。これ多分俺は違う。最初キノピコ行け。キノピコ行くかって俺。で、俺。はい。俺の出番もうない。行け。俺の出番。行け。俺の出番もうない。あ、俺や。これや。次、俺、結構あるわ。これ一人の方がおもろそう。俺。OK。役割分担すんねん、これ。こうやって。かし割りを決めて。はい。どう、勝ってるんじゃん、俺たち。どう、クッパやぞ、相手。絶対負けたらあかん。OK。いけ。俺。よし、勝った。多分勝った。どうだ、行ったか、勝ったか、やったか。よーし。圧勝。お前、ほぼダブルスコアやねんから、なんかその分、なんかもう、上乗せしてくれよ。これちょっと一人でやってみたいわ。
めっちゃおもろいやん。さあラストターニングで、あルイージ、あの結局誰も味方にせず終わっていくね。3ターンって短いねんな。でクッパはまあもう当然のことし、うわ5枚目ってすげえな。だって3ターンに1枚取ってる計算やん。あのねマリオパーティー15ターンってね、これ5枚も取れへんでスター普通で。ここできればクッパが小さめの出目出してほしい。お願い。もう何も起きへんさっきから。お前そこで3とか2出しとけば次俺が罠仕掛けていけたやん。これもうマジで、やっぱクッパ様って本当に空気読めない人なんだね。腫れ物じゃんこいつ。何そこ。だってこれで一生ここで絡まれてな。ほら土管ループ、あでも土管ないわ。おいおい血統袋買ったぞこいつ。まだやる気や、こいつまだやる気やぞ。ねえこれ、それさ、それ俺やめ、これ絶対キノピコやで。これはキノピコやろ。そうやんな、さすがにな。ワンチャン俺来るんちゃうかってドキドキしちゃう。え、ちょっと待って、スター6枚うわ、しかもおもろそうな出目止まりやがったこいつ。これ逆転不可能やん。逆転不可能ちゃいます。もうメダル狙うなやって。お前は、お前目押しうま、え目押しうまこいつ。お前チート使ってへん。ちょっと待って、一応これ使うわ。もうターンないから。なんなん、結構しょぼいわそれ。結構しょぼい、1マスだけなんだ。ごめんこれ悪いけど、これはクッパからいくで。12枚。いやまずいな。うわ何も起きねえ、やばすぎる。俺が決闘であんだけ負けたからや。さあ13ターン目にしてようやくキャサリンが1枚。やっと1枚目って。これでも俺の近く、あれ近くない俺近いかもな。も近いんだけど、結局、クッパが、ああ、これどうしたらいいんだマジで。こっからの勝ち筋がわからん。これは無理なん。このターン俺に見て。いやーこれ逆転マス相当あれやな、引っ掛けの。あこれ決闘だわ。これデュエルミニゲームだ。なんで12枚とかいう中途半端な数字やねん。お前負けんのビビってんのかお前。盾持ちや、みんな気をつけろ、盾持ちやぞ。うわっ何これ、どういうこと。あー沈んだ瞬間に反応するやつね。まあ動物の森とかの釣りと一緒や、反射神経や。これも行くぞ、来い。キャッ、俺の方がい、俺の方がい。よしよし、とりあえず勝った。空き缶釣ってるやんこいつ。いやもうこれクッパとしたかったわ。もうなんなんだ、もうなんかわけわからんミニゲームさせられてさ。うわこれクッパとやりたかった。これワンチャン俺2位は狙えそうやな。ビリビリメリーゴーランド、何それ、なんじゃこれ。あ障害物競争みたいな感じか。なんかフォールガイズになりそうこういうマップ。 OK 理解した。これは多分これ別に死ななくないか。これ負ける要素がないやん。後半早くなるとかかな、なんかな、ギミックが。だって俺負けるようなくない、多分床が速くなっていくんちゃう。しっかりこの避けて、これ上行く。あ、いや、まずいまずいまずい、危ない危ない。ちょテレサだけが鬼門かもしれない。テレサ飛び込んでもちょっと癖あるわこれ。 OK、 危ない。
で左から回っていやこれ負ける要素ないって。あ待って、は早い、早くなってきてる、やっぱそうや、速なるんやこれ、やっぱ早い早い、ロゼッター、ロゼッキャサリン頑張って、キャサリン頑張れ、クッパに勝たすな、うわクッパ勝ちよったくそでもこいつがさっきな、よう考えたらあのケットマスク、何だっけ、血統手袋凍とんのよ、血統手袋凍ったってことは血統する気やんか、からこいつの持ちメダル増えた方がええかもね、逆に。さあ最初2ターンや、使うやろこいつだよな、誰に使うか、まあでも別に誰に、キャサリン相手に行ったぞ、さあキャサリンを潰しに行く、ここでクッパが全掛けやろこれな、全掛けしたところでな、これクッパ負けたところです、ちょっとスターの枚数が多すぎんねんな、ちょとりあえずキャサリン応援しようみんなで、何これ岩ヘムボーリングやって、うわー一球勝負、もうこういうの指してほしかった、俺ん時もほらトドのつまりただ運ゲーやろこれ、練習意味ないって、まあ軌道見とくみたいな感じか、ちょっとおもろそう、ちょっとおもろそうやん、頑張るキャサリン、やや左寄りがいいんじゃうこれ、やや左寄りが正解な気がする、え、なんでみんな右行くんこれ、あ、そっか右の方が干渉せんのか、左のデコボコに、あ、これキャサリンめっちゃいいんじゃう、真ん中から行くでこれ、いやでも2人ともうまいわ、2人ともうまい、2人ともストライクとか、キャサリンでもある、ボーリングでもあるよ、なんかもう一番真ん中にボールいってんのになぜか一品残るみたいな、ああいう現象ある、これどうしようもないこんなお前がナンバーワンやクッパもうここまでされたらさ、もう誰も文句言えへんで、これ俺には何ができるんだ、じゃあもう醜く足の引っ張りはするか、ここや、次キャサリンが1出した時に、まあでもあいつだいぶ最後持ってるから意味ないけど8だ、お、まさかこれクッパと、あれクッパとドーマスじゃない、違う、あ、ちげえわ、スター来い、頼むスター、スター、あ、まあだってこれダブルサイコ使うよな、78とか出たらだってゴールやもんな、あでも、あキャサリンは、ええ今何出た、あちょっと待って、これキャサリン対クッパ、キャサリン対クッパ再びちゃう、これキャサリン対クッパ再びや熱すぎるこの展開意見も全掛け100にしたじゃんすげえやばいことなってきた、世紀の大決戦や、天王山来た天王山、おいキャサリンここ逆転してくれ、俺らの思いをもう言うてみたら、プロ野球でいうこいつソフトバンクやから、もうこのクッパ他の10球団全員日大も応援してんねん、それと一緒や、全ての参加者はキャサリンお前を応援してるで、何このゲーム、そんでビンタ対しマシン対決って、でもなんか女性ってビンタうまいイメージあるやんか、これキャサリン多分有利やで、女の子はビンタうまいから、頼むぞキャサリン、これ重くそも手厚いビンタ浴びせたれ、クッパに、クッパの顔面に失神させたぞ、そんでこれ何駆け引き、これルール読んでなかった、あ、いた、あ、急に来るんや、もう反射神経やん、こんなん、うまい、よし、いける、いけるぞキャサリン、あと3回や、キャサリン頑張れ、お、いける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 、勝った、やった、キャサリンよく勝ってくれた、まさに下克上、これが俺たちの意地だ、526コイン何それ、見たことない桁やこれ、
ひどいって今までひどいことしたんでしょってお前やろが。何を今さら被害者面するんや、おい。ひどいじゃないやろ。スター6枚持っといて、おい。いや、これスターかけたいよな。でもスターかけるっつっても1枚しかないからな、俺。うわ、ボーナスミニゲーム来た。あ、1対3だ。まあでもこれ勝って負けてもどうでも、これなんなら負けたいか。負けた方がいいのかな、これって。トゲトゲプレートバトルだ。まあせっかくなら勝ちに行くか。何これ、一人側は上からトゲトゲのプレート落としていく。ああ、なるほど。まあそれをアクションゲームみたいにして受けていけばいいやな、俺らが。任せろ。こういうの得意よ、俺。あ、ごめん、邪魔しちゃった。あ、これ、何これ、共同、あ、クッパ。そうかな、俺らが。これ、俺が負けとけばさ、クッパメダル0枚のままやねんな。どうしよう、わざと負けるこれ。これ、あえて負けた方がいいんかな、これ。わかんなくなってきた。あえて負けるべきか。これ、あえて負けるべきかもしれん。これ、あえて負けに行った方がええかも。なんなら。いや、俺は最後までちゃんとこの、なんだろう、スゴロクゲームとして勝ちに行こう。ミニゲームに勝つのは目的じゃない。スゴロクゲームで勝つのが目的や。ここクッパにメダル与えたらあかんねん。うん、だって別にここで20枚20枚取ろうが意味ないからね。でも最終ターンだ。みんな。最終ターンだ、結局。でもこのターンクッパがさ、最後で10度出したらさ、7枚目やったからな。さあ、これ最終ターンだからもうとりあえず使っとこうというあれか。あ、花ちゃん起きた。かわいいね。うん、いや、これさっきの正解は負けに行って。うわー、危な。4。さあ、ショップとかももうやってないわけだもんね、最終ターンだから。でもこれさ、このターンができること何、俺が。このターン、俺ができることって何？サイコロで20% か、8、9、10やから、70% あんのか、一応。うわー、もう最後ぐらい引かしてくれてもええやん。しかもね、これラストターンやからハプニングマス止まっても何も起きない。いや、わからん。何か起きるかもしれんから止まってんねん。どうせメダル取っても意味ないし。なんか起きろ。なんか起きろ。なんか起きろ。あ、何これ。あ、何これ。あ、あ、なんか、花ちゃん怒った。あー、マスが変わるだけか。へー。そんだけでもそんだけ誰もあそこ行こうとしてんから意味がない。あ、これしかもさ、このサイコロゲーム終わったらもう結果発表なんや。なんか今までってさ、最終ターンの後にミニゲームやったよな。なるほど。あ、お、最後にかけたね。みんなこの勝ち筋追ってる感じ好き。最後の追い込みのできることしようっていう。あ、無理だねよし、最終結果や。さあ、誰が優勝したやろうな、これ。楽しみや、結果が。さあ、終わりや。あ、ごめん、ラストミニゲームあったわ。すいませんでした。ありました、普通に。これ一応買っとこう。これ全力で勝ちに行くわ、俺。叩いて、めいて、DIY。溜めて叩いて、DIY。盾持ちだ、みんな、これ。気をつけよう。トンカチを振り下ろす。もうちょっとようわからん。もうみんなこれぶっつけてやらへん。入念にさ、なんでみんなガチやん。みんな入念に練習すんねんって、こうやって。もうぶっつけてやりましょう、もう。ちょっと待って、練習しすぎやって、お前ら。あ、これ釘の出方が違うから力加減も変わってくんのか。ほら。いけ、振れ。よし、うまい。俺、うまいかも。意外とうまいかも、俺。意外とうまいわ。意外とうまい、俺。これは多分、溜めて。なんで触れねえんだ？これ、ちょっと溜めて、こう。これ、ちょっと溜めて、こう。溜めない。で、これ、ちょっと溜めて、こう。あ、どう？まあ、悪くないんじゃ。でもクッパが異次元にうまい。あいつ。絶対リピーターや、こいつ。さあ、皆さんお疲れ様で、これから結果発表始めます。おい、誰が優勝すんねん、これ。みんな。ほんまに分からへんぞ。さあ、俺が残れ。気になる勝敗の行方は。あ、何これ。あ、優勝するの誰でしょう。スターの変動ぶりを。いや、もう、そんなん。そんなん見せたらもう、終わりやん。
ねえ、ほら、もうだってもう今年のソフトバンクやもんこれ。もうで、あ、ここからボーナススターを発表するのか。クッパマスボーナス、誰も止まらん。もうそんなんいらん。誰も止まってないんやから、もうおもんないそれ。買い物ボーナス、絶対俺ではない。もう俺ではないことは確か。クッパ様を気持ちよくさせるための宴でした、今回は。皆さん、マリオパーティージャンボリー、こう クッパのシャバン。もう何でもあのお願いするふりいらんねんお前。うわまあでも正直これ文句なしやわ、文句なしやし、途中で俺が決闘で2連敗したのがあかんかった。最後のキャサリンの頑張りは熱かったけどな、128枚かけてな。いやー、ということで今回はクッパ様の圧勝でしたけども、正直この新マップ過去作のどれよりもおもれえわ。しかもね、まだまだマップあるんすよ。まあ、次回は別のマップでまたちょっとなんか誰かと対戦していこうと思います。うん、キャサリンさん、ミニゲームで多く勝利しました。ミニゲームの強さなら誰も負けませんね。ロゼッタさん、隠しブロックを見つけましたね。運の良さナンバーワンです。運、運しか褒めるとこないもん俺。ほら皆さんお疲れ様でした。はい、ということで、今回マリオパーティー実況やってみました。いや、ジャンボリーおもろい。これ次絶対優勝するわ俺。